はいどうも、おいひめじです。今回もダウダウするやっていきたいと思います。ということで、皆さんね、つい通常サーバーの方で 0.5 パッチが、実装されましたと、やっとね、実装されましたと、はい、もう3月ギリギリになってっていうね。ということでね、ちょっとやっていこうかなというふうに思ってるんですけども、なんとね、これもともとね、G38 という武器が確かあったと思うんですも、それが名前が変わって M416 になりましたと、多分、まあライセンス問題なのかな、多分名前のっていう感じなのかわかんないんだけど、まあ全く武器の形は同じなんだけど、名前だけ M416 になったということで、まあ他のね PUBG だったりとか、あとまあ特に BF4 のかな、よくある名前になりましたということで、まあ今回ちょっと M416 の方を使って、早速ね 0.5 パッチやっていきたいと思います。はい、ということでね、早速やっていきたいと思います。今回、モールマップです。で、まあね、ちょっとね、詳細の部分なんですけども、多分これ前紹介したような気がほぼほぼするんだけど、PTE に入ってる内容とほぼほぼ変わらない感じかな。で、まあ、フランス語が追加されたりだったりとか、あと、まあ、ゲームプレイに関してはキル調整の時間とかっていう風に書いてるんだけど、まあ、これちょっとこのね、キルタイムとかそういう TTK の調整っていう部分については、まあ、改めてね、TTK じゃないや、PTE の方ではないので、ね、今回通常サーバーの方なのでね、まあ、そこら辺も見ていけたらいいかなっていう風に思っておりますと。でね、ちょっとね、あまりにも今回ちょっと量が多いんで、多分今バーってね、きっと流れてると思うんで、気になる方はね、それ止めてみてください。おー、当たり判定良くなってるじゃんと。あれでもなんか、昨日かな、まあ、最近ね、一番最近多分上げてる動画で TTK の動画上げてると思うんだけど、その時に比べたらだいぶマシになったのかな、きっと。まあ、前回やった時はね、すっげえ当たり判定悪かったんだよね。弾抜けがひどくて、ちょっとやばかったんだけど、なんかそんな感じしないなって。おー、だからなんかめっちゃカクつくな。大丈夫か、これ。おー、待って、敵いる。まずい。待って、敵いる。よし、回復して。あれか、なんか透けてるんだよね、あれ。体が完全に。あれ大丈夫か、あれ。だったか、一発。おー、危ね、なにこれ今、すっげーガクつくんだけど、なんか知らんけど。ちょっとやばいやばい。ね、みんながね、思ってる以上にね、数倍ガクついてる、俺、ゲームが。これはちょっとどうなんだ。一応ね、クラッシュ問題については、もうかなり改善されたみたいなんですけど、もう一応クラッシュする問題の 99.9% は修正されたっぽいんで、まああれなんですけどね。あと、私は 0.6 防ゾーンパッチの準備をしているので、まあ適切なアップデートを入れてメンテナンスのアップデートもなんだかどうだったかって書いてます。ってことでね、多分 0.4 の方で、ギガパッチっていうね、話を前回したと思うんですけども、まあ、そちらの方の準備を多分してるんじゃないのかな、きっと。まあ、ただね、ギガパッチ自体がね、まあ、前もね、話してるんだけど、あまりにもちょっと抽象的すぎて、あと、内容がすごく多いんですよ、ギガパッチが。だから、正直ね、どういう内容なのかっていうのがぶっちゃけわからんって感じなんですよね、実は。だからね、どうなっていくのかって、ほんとそういうレベルなんですよね。だから、ゲーム性が大きく変わってくるのかな、今回のこのギガパッチが入ったら。まあただね、もう早速入ってほしいんだけどね、テストサーバーの方では。ただもうそろそろ多分入ると思うんですよ、ギガパッチの方が。なんか今テストサーバー確か 0.5.5 パッチだったかな。でもうほぼほぼ最終かそれぐらいまでの勢いがあったと思うんで、多分近々出されるとは思うんですよね。まあだからね、入り次第ね、もちろんね、紹介の方はしていこうかなっていうふうに思ってるんだけど、まあただ、その、確か新マップが2つ入るのかな、確か。で、新マップが2つ入るっていうことで、まあそこはね、すごくいいと思う。ただ、新マップが2つ入るプラス、アルファなんかいろいろな調整もその他入ってくるっていう話だったと思うんで、まあなんかね、人数も増やしてると、ゲーム作戦のために、運営の人数も増やしているってことっぽいんで、まあそこら辺もね、ちょっとね、今後見ていきたいかなっていうふうには思っておりますね。ただね、一つ問題があってね、まあ仮にギガパッチが入るとするじゃないですか。ギガパッチが入ったとしてもね、テストサーバーにね、人がいねえんだよっていうね、ことで、ワンチャンもしかするとね、ギガパッチ入っても、動画がすぐ上げられないかもしれないし、あとプラスね、動画が上げられるとしても、なんか今のね、このサーバーみたいな感じで人が全然いないっていうね、感じになるかもしれないんで、ちょっと正直ね、そこはね、なんとも言えないとこなんですけども、
できる限りに動画の方を上げていこうかなっていうふうに思ってますので、まあ、気軽に待っていただければありがたいですね。はい。いや、俺もね、正直ね、ギガパッチ入ったらすぐやりたいとこなんだけど、しかもマップも2つ来るしね、なんか、いろいろ多分武器とかの、修正とかも今後入ってくると思うから、すごく楽しみなところはあるんだけど、まあ、どうなるかっていうね、感じっすね。まあ、でも今回のね、0.5 パッチ、もともとテストサーバーの方で、しかもね、今回 4.9 ギガぐらいあったかな、確かアップデートが。4.9、約5ギガぐらいの大型アップデートだったから、まあ、これを踏まえてギガパッチがさらに大きくなるってことは、ワンチャン10ギガとかいくのかな、ギガパッチっていうのは。まあ、ちょっとよくわからないんだけど、まあということなんでね、まあぜひともぜひとも、通常サーバーの方にもね、今入ってますので、気になる方は、やってみてくださいよ、0.5 パッチ。まあ、結構ね、今までのやっぱりちょっと変わってて、ほんとテストサーバーの、感じ見たくなってるから、前よりも変なガク付きって感じは少なくなったとは思います。ただね、格付きがひどくなったような気はするね。ちょっと。もしかするとこれ俺の環境が悪いせいで、まあ、CPU 使用率が 100% とかなってたりとか、あと GPU 使用率が 100% とかなってるかもしれないってちょっとわからないんだけど、前よりはね、格付きはひどくなったのかなっていうふうにはちょっと思いますと。いやー、だからそこら辺のね、システムのなんかアップデートも入れてほしいんだけどね、最適化というかね、なんというか。これ多分64人、だから32とか64とかで入ってしまうと、俺、相当重たいんじゃないかな。だって、おお、できるわ。まずちょ、引っかかった、引っかかった。うわ、やばい。今なんか自分の体玉抜けした気がするな。うわー、マジかやられていく。いや、結構ね、やっぱ敵撃つときもぬるっと感が否めないね、なんか。どうしてもね、なんか敵もぬるっとしてる感じがちょっとね、あるからね。やっぱ打ち合いはすごく難しいなっていうふうに思うんだけど。まあ。今後のね、あれに期待しますか。あとなんか UI っていうかグラフィックも若干変わったよね、なんか。これ、なんだろう、なんか曇りになったのかな、これきっと、モールマップが。で、あと確か、あそこ、モスクワかな？モスクワマップが夕日っぽくなったんで、夕方っぽくっていうかね、って感じなんで、若干ね、0.4 と 0.5 の方で、マップの変更がちょっとあるんですけど、多分この変更はね、今後まだ起きるんじゃないのかなっていうふうに思っておりますと。ただもしかすると、マップがそもそもなんだろう、ね、雪山じゃねえや、吹雪のマップだったりとか、夕日のマップだったりとか、朝のマップだったりとか、夜マップとかって感じで、たくさんのマップを実装する可能性もまあ、あるかもしれないんで、まあ、そこら辺もね、まあ、分かり次第ね、ちょっと、まあ、お伝えしていこうかなというふうに思ってるんだけど、まあ、そういうのもあっても俺いいと思うんだよね、マップに対しては。なんか、いつも同じマップね、いつも朝マップってわけじゃなくて、たまに夜とかあったりとか、あと、たまにはね、吹雪になったりとか、そういうね、感じの天候の変化っていうのもね、マップとしてあった方が面白いと思うんで、まあ、そこら辺もね、ちょっと期待しつつって感じですかね。はい。あと、まあ、リコモードについては、まあ、今後って感じっぽいっすね。まあ、これに関してはね、今一応通常サーバーの 0.55 が入ってるっていう話をしたんだと思うんですけど、まあ、0.55 が入って、その後の多分 0.6 以降になるのかな、きっと。って感じだと思うんで、まだまだバトロワの方は実装されないんじゃないかなっていうふうには思っておりますと。まあ、ただね、今後本当どうなっていくかっていう感じがまだわからないっていうのは本当未定なんで、まあ、入り次第にちょっとお伝えしていこうかなっていうふうに思ってるんだけど、まあ、現段階としては正直リコモードは微妙かなっていうふうな感じですかね。はい。で、あとね、結構最近ね、フォーラムの方で、ワールドウォー3の運営が結構いろいろね、まあ、コメントの方を返したりとか、今後のね、こととか、こうやってどうやってやっていくとかっていうふうに感じでね、返してはいるんだけど、まあ、結構ワールドウォー3運営もね、まあ、頭を抱えてる、悩ませているところなのかなっていうふうにちょっと見てて思いましたね。なんか、やっぱりどうしてもね、人口増えない問題に関してはね、結構頭抱えてるっぽいからね、まあ、まあ、正直しょうがないような気はするんだけど。やっぱ5ヶ月経った今ですら、ちょっとゲームがまだね、ガバイってところはね、まあ、しょうがないのかなっていう。まあ、ただね、0.1 の頃に比べて、0.5 の今は、ものすごくゲーム性は良くなってるんだよね。正直ね、俺ここまで良くなってるんだなっていうのにちょっとびっくりしてるから、
すごく良くなったなっていうふうに思うんだけど、やっぱりどうしてもまだね、新規がやりたくなるようなルール性っていうのはないから、うん、まあそこですよね。あとね、この歩いてるときね、これガクつくんすよ、このゲーム実は。なんか、挙動おかしいでしょ、これ歩いてるときこれ挙動。ガク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 してて。こういうところとかをね、直さないとね、ワールドウォースリーやばいよなっていうふうにはちょっと思いますね。走ってるとね、何も問題ないんで、何あれ、何これ何これ、なんかすげえガリ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 削ってたけど、壁とか床とか。って感じなんで、まあそのね、走るとか本当移動のことに関してはちゃんとやった方がいいよなって、俺、最優先としてね、移動をまずね、直してほしいかなっていうふうに思うんだよね。やっぱ、表情 FPS っていうふうにね、バカにされる原因だからさ、本当に。それだけはね、マジで直してほしい。じゃないとね、俺、やってる俺からしてもね、ちょっとね、やる気失うぐらいね、悲しくなる。まあもう、正直慣れたといえば慣れたけどね、もうワールドウォーズの、なんか、ぬるっとした感じはね。で、やっぱ、新しく始めてって人でもね、やっぱ、ぬるっとした感じがあるっていうのをね、みんなよく言うからみんな。みんなね、口揃えてそれ言うんですよ。まあ、追いキムチ、お前が言ってることが分かったぞって、ワールドウォーズで買ったら、やっぱ、ぬるっとしてる感じが分かるっていう。他の FPS に比べて、すごいぬるぬるすると。ぬるぬるっていうのもいい意味じゃなくて、すごい悪い意味のぬるぬるがするというね、コメントをね、めっちゃいただくんすよ。だから、まあ、ぜひともね、動きの改善の方をしてくれたら嬉しいっすね、運営さんには。あとなんか若干視野角の方が変わったのかな。俺特に変更はしてないんだけど、前の 0.4 に比べてなんかなんだろう、オブジェクトがちょっとちっちゃくなったような気がするんだよ。なんか身長高くなったのかな、ワールドウォースリーのあのキャラクターが。だそんな感じちょっとするよね。なんか前ちょっともうちょっとだけちっちゃかった気はするんだけど、少し変更点が入ったのかなっていうふうにはちょっと思います。はい。まあということでね、まあ今回のちょっとワールドウォースリーもね、試合途中なんですけども、今回でこれぐらいで終わりたいと思いますと。まあ今後ともね、多分 0.5 の方は、通常サーバーの方には、あんまり大きい変更点っていう方には入ってこないと思うんで、多分テストサーバーの動画とかで多分きっと新情報って感じで、もしかすると多分近々ね、0.6 パッチの方も入ってくる。それこそギガパッチってやつがね、入ってくると思いますので、まあ良ければね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたしますと。てか何これ、右上の今、キル画面がなんかおかしかったけど、なんか、うん、まあいいや。はい。まあ、ということでね、まあ、ぜひともね、まあ、高評価していただけると、新情報の方も入ってきやすくなると思いますので、通知の方もね、オンにして、チャンネル登録お願いいたします。あとね、コメントの方も、気軽にしてみてください。ちょっとね、最近返せていないんですけども、コメントの方しっかりと読んでいますので、ぜひともコメントの方もよろしくお願いいたします。ということで皆さん、お疲れ様でした。